集山城は、京都府京都市右京区京北集山町にあった、日本の城。明智光秀の築城で、明智光忠が入ったとされる。京都と若狭を結ぶ集山街道の中間地点に、築かれ、標高480メートルの山頂部分を中心に、8方向の塩根に移行が点在する。南北600メートル、東西1300メートルに及ぶ。 大規模城郭であった。追記は、安土城の築城開始から5年後であり、石垣作りで天守を抱く、金星城郭の講師の姿を継いだ。城郭は、東の城と西の城に分かれ、特に東の城は、中央最高部に天守を含む主角を置き、東西南北の四方の尾根に来るわを連隔式に配置している。城郭からは、修山街道、金利城山国草。 木材の運搬に使われる湯毛川、大井川の合流点が見える。明智光秀画像天正7年丹波を平定し、大見滋賀群に加え、丹波一国を与えられた光秀は、丹波亀山城に続いて、若狭から京都への交通の要衝であり、打つ寄重により、金利量への依頼が長く行われていた東、丹波当地の拠点として、修山城を築城した。追記は、 根拠不明であるが、地元の知事、丹波市によると、天正八年とする。城主には、明智光忠が入ったとされる。天正九年八月には光秀が、津田総久を招き月見をした記録が、津田総久茶の湯日記に記されており、城下の自元寺には前世を敷いた後の伝えとともに、光秀の木造が残っている。しかし追記からわずか年後の天正年、光秀は、 本能寺の変により、信長を討つも、間もなく豊臣秀吉に撃たれ、山崎の戦いの功により、加藤光康安が入場することとなる。その後、天正十二年に、秀吉が修山城を訪れた記録が、金見狂気に記されているもののその後の記録はなく、破城されたものと思われるが、廃城年について、正確にはわかっていない。秀山という地名について、光秀が自らを、 州の武王になぞらえて、州山と命名し、それは信長に代わって天下人になりたいという願望を示したものだとされる。それが光秀無本の要因の一つとされることもあるが、州山という地名はそれ以前からあるので誤りである。現在は全域が民有地になっており、主格一部以外は次が植林されているが、台風による倒木が多く見られ、 保存状態の悪化が心配される。東の城は、天守台を含む、総石垣の本丸を中心に八方向に伸びるし、尾根全てに、核が築かれており、東西約800メートル、南北約700メートルの規模がある。現在の四角付近は、波状の際に崩された、石垣であったとみられる石材が、随所に点在しているが、上角が大規模で破壊しきれていない石垣が一部。 残っているほか、井戸跡や天守台跡も確認できる。西の城は、尾根城を平らにし、東の城との間に深さ7メートルの掘り切りを2本、設け、さらに土塁によって守られていた土の城で、東西約230メートル、南北140メートルの規模であった。ありがとうございます。